皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。アコギをカラフルに弾く方法4本目の動画でございます。この4本目の動画ではボイシングというものについてお話をさせていただこうかと思います。ただ前々からお伝えしている通り、このボイシングっていうのは音楽理論というかコード理論というかちょっとしたこうね知識的なことが必要な場面であるので、ちょっと初心者の方にとってはね、急にこのグーンとハードルが高くなったような感じがすると思うんですけども、まあできるところまで頑張ってついてきていただければ幸いでございます。そもそもボイシングって何なのよという話になりますと、ボイシングというのはそのコードの鳴らし方とか、ポジションとかを選んでいく選定作業のことをです。例えば楽譜を見ていたら C コードなんていうものが出てきました。 C コードで、その C コードは普通に弾けばまあこういう感じじゃないですか、こういう感じですか。けど場面によってこれ以外のこれとか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 、まあ今これ全部 C コードなんですけれども、C コードの押さえ方とかポジションとかを変えてこう雰囲気を変えていくアレンジ術みたいな感じです。例えば一番最初に言ったそのスピットのシェリーとか普通に弾けばこんな感じですけども、なんかちょっとこうイントロっぽくなんか高音源側でアルペジオしてみようかななんて思った場合、同じコードなんですけどもこんな風にアレンジをすることができます。同じコードですよ。こんな感じになるわけですよ。同じコードを弾いてるんですよ。でもちょっと弾き方とかそのポジションとかを変えてるだけでこんだけ雰囲気を変えられることができると、これがそのボイシングの面白いところでもあり難しいところでもあるような感じでございます。でこの動画の中で僕が実際によく使っているボイシングとかの一部を紹介させていただきますので、そちらを覚えていただいてぜひ参考にしていただいて、皆さん自身でボイシングの研究をしていただければ幸いでございますという趣旨の動画でございます。よろしくお願いいたします。とりあえずちょっくら初心者の方にとってはハードルが高いと思うんですけれども、一つのコードに対して2個ないしは3つのフォームが思い浮かぶところぐらいまでは頑張って練習してみてください。オープンコードと5弦ルート6弦ルート、この3つのフォームはまず覚えたいなっていう感じです。前提知識として、それが何のことか全くわからない、全然わからないぜという方は概要欄の方にそのコード理論の動画を貼っておきますので、そちらまず参考にしてみてください。そっちがわかんないとちょっと厳しいと思います。例えばこういうこと、C コードって出てきました。 C コード3つフォームを思い浮かぶでしょうか。まずこの A、まあ、C のこの一番基礎的なオープンコード、これはまあ知ってますよね。でオープンコードと5弦ルートと6弦ルート、この3つはまず、すぐに思い浮かぶように練習をしましょう。 Dm と言われても Dm、Dm、オープンコードがあって Dm で Dm で、Em に関しては、まずこれがもうすでに6弦ルートになっちゃってるんで、6弦ルートと、5弦ルート。で、F に関しては6弦ルートと5弦ルート。G もオープンと6弦と5弦。Am もオープンと5弦と、これ5弦ルートか。5弦ルートと6弦ルート。こんな感じでオープンコードが存在するものに関してはオープンコードと5、6弦、オープンコードがないものに関しては5弦ルート6弦ルートの2つっていう感じで、その3つないしは2つのフォームはパッと思い浮かぶぐらいまでは頑張って練習してみてください。でその次、ちょっくら僕がよく使うボイシングを紹介させていただきたいんですけれども、ちょっとこのマイナーのフォームからいきましょうか。マイナーあんまりポップスとか普通に弾いている分にはね、まず馴染みがないフォームなんですけども、ちょっとこんな Dm を弾いてみましょう。Dm7。Dm7 です。5弦が中指で、中指で5弦の5フレット。で、人差し指で4弦の3フレット。で、薬指で3弦の5フレット。で、小指で2弦の6フレット。これ Dm7 っていうボイシングなんですけれども、まあ普通のこのオープンコードとか、バレエコードとか、まあ同じ感じの役割なのが分かるかと思います。ただこっちのフォームの面白いところとしては5弦じゃないや、フィフスが存在しないんです。
ファースト、マイナーサード、マイナーセブンス、マイナーサードという感じで、フィフスが存在しなくて、マイナーサードが、2つあることによって、よりマイナー感が強調されたボイシングになるわけなんですよ。で、さらに、便利なことに人差し指をこっちに持ってくれば、そのシャープナインスになるし、小指をこっちに持ってくれば、ナインスとかにもなったりとかするし、結構ね、このね、人差し指の位置と小指の位置で、こういろいろとこうね、テンションつけたりとかできるような便利なフォームなんで、ちょくらこのマイナーセブンスのフォーム、覚えておいてくださいませ。で、他にもその E マイナーセブンとかそうですね、E マイナーセブン。普通 E マイナーセブンっていうとこうです。5弦の2フレットを押さえるだけの E マイナーセブンです。でも僕は、この4弦開放のレの音レレレレ、この音を強調させるために2弦3フレットのレ、この音を弾くことが多いです。で、1弦は鳴らしたり鳴らさなかったり、ちょっと濁るからミュートすることが多いかな、小指の中とかでミュートして、こんな感じでこのセブンスの音はレレレレ、このレの音を上のレの音に持っていくことによって、このセブンス音を強調して、よりこのセブンス感をまあ強調することができるんですよ。これもすごいよく使う。で、他にも Am。この Am、このまま使うときもあるし、より一層セブンス感を強調したいときは、このね、小指で1弦の3フレットを弾いたりすることもあります。こんな感じでトップの音、まあ、簡単に言えば高い方の音ですよね。 1,2 弦のこの高い方の音に何の音を持ってくるか、何の音を鳴らすかで、このコードの表現というか幅みたいなのが変わってくるんですよ。こんな考え方もいろいろとこの覚えておいていただけるとすごく良いかなという感じです。で、セブンスとかね、トップの音に持ってくるのはすごい有効でございまして、これでも別にいいんだけど、これでも別にいいんだけど、なんかちょっとこの一つの音が変わるだけで深みが増したような感じがしませんでしょうか。こんな感じでトップの音に何かしらの音を持ってくるっていうのもよくやります。で、あと逆にその低音源側の方ですね、僕一番使わないオープンコードがこれなんですけど、 F メジャーセブンス。普通の教則本とかコードブック見ると、まず F メジャーセブンスはこう記されていると思います。薬指で4弦の3フレット、中指で3弦の2フレット、人差し指で2弦の1フレット、で1弦を開放で、5弦6弦に関してはミュートっていう感じですね。ベースの音がこの4弦の3フレット、ここの音なんですよ。ここの音ってさ、ちょっと音が高すぎるんだよね、僕にとっては。この F メジャーセブンスの後に G コードが来たりするとかすると、急にこうベン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 って感じで、ベースの音がもう1オクターブ近くあって、そのね、音程がね、そのつきすぎてしまうんで、 F メジャーセブンスとかは実はあんまりこれ使わいません。で、おすすめしたいフォームとしてはこれ、まず親指で6弦のフレットで、小指薬指でこの5弦と4弦の3フレット3で、中指で3弦の2フレットで、人差し指で2弦の1フレットで、頑張って動かして1弦を解放。そうすると全部の6本の弦を使って、メジャーセブンスを鳴らすことができるんです。こんな感じ。4弦ルートだとどうしても、この低音のね、バランスがどうしても悪くなってきてしまうと、まあ、こんな感じでこのメジャーセブンスの方もよく使うよという感じでございます。で、それと同時に6弦ルートの時に、よく使うメジャーセブンスのフォームとしてはこんなんとか、Gメジャーセブンスですね。Gメジャーセブンス。6弦の3フレット、人差し指で、薬指で4弦の4フレット、小指で3弦の4フレット、
中指で2弦の3フレットで、人差し指の腹とか、このまた人差し指の腹のところで5弦と1弦は連動すると、こんなフォームもすっごいよく使います。そうですね、人差し指でこの1弦の2フレットを足して、こんな感じの G メジャー7とかもよく使いますね。こんなんとか、覚えておくといつか使うかもしれません。で、最後にちょっと紹介させていただきたいのが、フィフスを除くマイナーセブンスのフォーム、その2です、ございます。さっきマイナーセブンス、D マイナーセブンスをこういうふうに押さえましたけども、これが5弦ルートの時のフィフスを除いたマイナーセブンス。ちょっとややこしいですね。5弦ルートの時のフィフスを除いたマイナーセブンスのフォームです。で、これ6弦ルートも実は存在しておりまして、こんなフォームです。中指で5弦の、6弦だ、6弦の5フレットで、中指のお腹で5弦はミュートで、薬指で4弦、3弦、2弦の5フレットをミュートして、制覇しちゃう、この制覇しちゃうのは、部分制覇するのは薬指の時もありまして、人差し指の時もあります。こんな感じでフィフスの音、つまりこれですね、この音を除くことでこの、ね、すっきりスマートにさせてしまうことができるんですよ。こんなフォームはすごいよく使うので、ちょっと覚えていただければ幸いでございます。まあ本当はね、紹介しようと思ったらまだまだ全然たくさんあるんだけども、よく使うというか基本的なボイシングのフォームというか、よく使う皆さんに覚えていただきたいようなおすすめのフォームは以上でございます。まあ今のフォームを覚えていただいて、まあ、その歌い手の動画とか見たりとかすると、僕がすごいその辺のフォームをすっげえよく使っているのがわかるかと思うんですけれども、ちょっくらそんなのヒントに、あ、ボイシングとはこういうものなのかっていうことに気づいていただければ幸いでございます。あとはもう皆さん自身が、なんかこの楽譜を見ながら、なんか F か F なんかいろいろな押さえ方ないかな、うんたらかんたらみたいな感じで工夫をする番でございます。そんな工夫をたくさんしてね、いろいろこうアレンジをしたりとかすると、同じコードで同じストロークでももう全然違う曲のようにガラッと雰囲気が変わったりとかするので、そこに気づけたらめちゃくちゃコードというものは面白くなってくると思います。頑張ってそこまで練習していただければ幸いでございます。それでは4本目の動画はボイシングについてでございました。どうでしょう、やっぱりちょっとこうおーっていう感じですよね。ちょっとおーって感じですよね。まあしょうがない、しょうがないです。まあこの辺はね、本当にこのたくさん知識とか経験とかね、蓄積されていかないと、まあなかなか 100% 理解できないところではあると思いますので、まあ徐々にやっていただけましたら幸いでございます。もしわかんないところとかね、その聞きたいこととか、もっとこういうところをね、喋ってほしかったなみたいなことがありましたら、ぜひコメントの方にできるだけ具体的に、ちょこちょこっと書いていただけますと幸いでございます。それでは今回も最後までご動画のご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。の前にうんたらかんたら、メンバーシップうんたらかんたらっていう話はよくしてるから、省きます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。